約100年前、日本統治時代の台湾に渡った一人の日本人画家がいました。然后，在这个收集资料的过程，我发现银月桃符的在台湾近代美术是一个非常非常重要的、不可或缺的灵魂人物。我想银月桃符他在台湾的活动期间，就是最具影响力的，还是在他的美术教育部分。骨董屋さんで見つけたんですけど、あの時代になんで原住民族をかけたんだろう。今の自由なアーティストが100年前のアーティストの自由ってどんなんだったのか追い求める感じで、なんかいろんなことを追いかけたくなる魅力のあるアーティストですね。あなたが描いた母子の印象はね、やっぱり奇人だった。純ドラ先生と呼ばれたあだ名がね、とても穏やかな先生でね、なんかものすごくこう親しみやすいような、壁がなかったですね、あの先生と私たちは。あの独特な風貌と存在感のある先生に出会ったということは、私にとってはもうすごい財産です。どうじゃこうじゃっていうのは分からんからですね、お会いしたこともないし、まだでご存命になってるったら会いたいですね。だんだんと戦況は厳しくなってね、台湾にももう上空にも飛行機が飛んでくるようになった。秀一先生やっぱ苦悩だけだったと思います。僕はもっともっと絵を描く時間が欲しいんだ。たとえ貧乏してもいいからもっと絵が描きたい。本当の芸術家でした。